レスピューグのビーナスは2万6000から2万4000年前と年代を推定されるグラベット文化の裸の女性の姿の彫像のビーナス肖像である。それはルネド・サンペリエによってピレネー山脈の山のふもとの昇級にあるレスピューグの離道洞窟で1922年に発見された。約6インチの高さの、それは牙の象牙から掘り出されており、 発掘中に損傷された。レスピューグのヴィーナス、人類博物館、パリすべて高期球石器時代のものとして発見される、アブラジリのヴィーナスの勝率像のレスピューグのヴィーナスは、復元が無傷ならば、極端に大きく、ぶら下がったチブサを誇示するよう現れる。染色が、専門のエリザベス・ウェイラント・バーバーによれば、その像は、 腰の下方からかけられたスカートを示す彫刻として、最後にはボロボロになるより合わされた繊維でできた帽子が見出される最初の表現を表す。レスピューグのビーナスはフランスの人類博物館に所蔵されている。ありがとうございます。